で、なんだ感動レベルで、なんだ感動してます。そう、本当にお世話になってるんです。みなさんこんにちは、あいりです。今日ですね、9月のお気に入りですよ。あと3ヶ月で今年終わる。当たり前なんですけど、本当に毎月同じようなこと言ってますけども、9月お気に入り、今日はやっていきたいと思います。よかったらご覧ください。それではスタート。まず1つ目、こちらエリクシールのクリアホットクレンジングジェルです。これはですね、もうつい最近お仕事で使わせていただいたんですけど、いいですね。私気に入りました。すごく、つい先日アップした動画で同じようなこと言ってますので、詳しいことはちょっと割愛しちゃいますけど、前置きが長い私が要約しますと、温感ジェルなんですよ。もちろん感じ方は個人差があると思うんですけど、顔にのせた時に温かさを感じるっていうのも、あ、これからの季節にすごくいいなと思ったのと、このエリクシールさんが言ってるわけじゃなくて、私が感じた個人的な意見だと、メイクのね、馴染みが早い気がするんですよ。ちょっとだけこう撫でるだけで、あ、もうなんかメイクがしっかり馴染んでるなって感じることができるので、ずっと長い間こすらなくてもこうメイクがね、すっきり落ちてるで感じるところもいいなと思いました。あとはもう本当にリラックスできる香りだったりとか、洗い上がりのすっぱり感がないところとか、私はねこれすごく今気に入って使ってます。すいません、結局長い、さらっと話すって言っといて大体話した今。はい、なのでね、最近ねすごくね気に入って使ってます。はい、ぜひぜひチェックしてみてください。次はこちら、トーンのブースターセラムです。これですね、コスメキッチンだったかな、オーガニックのお店の福袋に入っていたもので、ちょっと眠らせてました。私化粧水の前に使うものなんですけど、使った時にこうスーッと馴染んでいく感覚とか、その後に使う化粧水の入りとかも個人的にはいいなって思ったのもあるんですけど、私はねこのブースターの香りが好き。いつも嗅いでるんですけど、言っときますね。そうなんです、この香り、ラベンダーとベルガモットとイランイランが入ってるそうで、もともとラベンダーの香りがすごく好きだし、ベルガモットもすごく好きなので、それが合わさった香りにさらにねちょっとこうパンチのある香りがするんですよ。それでなんでだろうと思ったらイランイランだった。ただこれのすごいところは、乗せた後ずっとこの香りが続くっていうよりかは、乗せてちょっとしたらもうこの香りがスッとなくなるので、それもねすごくいいなと思いました。洗顔後にね2プッシュしてなじませて、香りのせた時に私はもうここで何回か大きく深呼吸をします。それで落ち着くっていうか心地よいんですよね。なのでこれが毎日の楽しみになりました。そう、なのでこれはリピートしたいなと思ってます。なんかもう効能効果っていうよりかは香りが推し、アイリ推しは香りなんですけど、もしご興味があったらぜひチェックしてみてください。次はこちら、セルボークのインディケイトアイブロウパウダー03番です。03番のカラーは真ん中にパープルっぽいカラーが入ってるんですよ。このパープルのカラーが絶妙に良かった。最近はねフーミーのアイブロウパウダー、レディモーブのカラーを使っていて、あなたそれしか使わないんですかっていうぐらい毎日使ってたんですけど、ちょっと冒険してみたくなったんです。私は髪の毛のカラーもちょっと暗くしたので、また赤みと違って何か新しい発見がしたいなと思って探していたところ、このセルボークのアイブロウパウダーに行き着いて、パープルっぽいカラーのパウダー買ってみたら良かったですね。ちょっと今使ってるんですけど、残念なのは動画で色が伝えづらい。すっごく紫かっていうとそうでもないんですよ。ブラウンとパープルが混ざったようなカラーなので、あ、あの人の眉毛紫だっていう感じはならないです。ならないんですけど、こなれた感、おしゃれ感、こじゃれ感、こじゃれ感が痛かった。そう、ちょっとこじゃれ感が出るんですよ、これだけで。もちろん赤みもすごくおしゃれだし、これからも絶対使っていくカラーではあるんですけど、時々ね、こういう落ち着いたパープルカラーもいいなと思いました。自己満かもしれない。肉眼ではパープル感は出てないんですけど、ブラウン感、黄身の強いブラウン、オレンジの強いブラウンとはまたちょっと違うんですよ。違うの。
色を出すとこんな感じで、淡いカラーはねもうちょっと色があんまりわからないですね。でもツヤ感があります。この真ん中のカラーですね、これもね淡みの強いパープルっていう感じではなくて、柔らかいくすみパープルなんですよね。これを眉頭にのせてます。眉尻はいつも通りダイソーのユアグラムスリムスケッチのアイブロウペンシルを使っています。そう、それでですねお気に入りで紹介しようかちょっと悩んだんですけど、アンプリチュードのアイブロウカラーマスカラ06番のせてます。これはもうがっつり紫、なんとなくパープル感が出るパープル感が出るっていうかな、このパープル感がこれからの秋に活躍しそうだなと思って、特に髪の毛を暗くしてる方、ちょっとね赤みに飽きた方とか、もう少しダークカラーを使いたいなっていう方におすすめしたい。次はですね、限定なのでお気に入りで紹介しようか、ものすごく悩んだんですけど、色によってはまだ買えるかなって思うものもあったので、ちょっと紹介しますね。こちら、ローラメルシエキャビアスティックアイカラー。今回出た限定は全部で6色あるんですけど、私が購入できたのは5色でした。そう、これもね、本当はね、購入したかったー。そう、すいません、なかなかできなかった。手元に載せたんですけど、こちらから R1、R2、R4、R5、R6、というカラーです。 R3 だけはもう本当に買えなかったですね。もう速乾でした。私自身がこの5つを使ってみてすごく気に入ったのは01番と04番と06番です。今ですねちょっといろいろ使っちゃってるんですけど、ベースにコスメデコルテを使ってます。いつものあのパープルっぽいカラーですね使って、ミドルカラーに04番使って、今締めカラーに06番使ってます。この06番の締めカラーがすごく使いやすくて、私は色味も気に入って愛用してます。で06番はネットで探したら売ってた。他のカラーはちょっと私見つけられなかったんですけど、06はまだ売ってるとこあったので、ぜひチェックしてみてほしいなと思います。そうで、このローラメルシエのアイカラーはちょっと時間が経つともうしっかりフィットしてもうよれなくなるので、それもいいなと思います。クレンジングがついたものでやっても落ちづらい、しっかりフィットしてくれるので、その点もすごくいいですよね。はい、では次コスメ系最後です。リップを紹介します。こちらルヴァンシュのフルーツ&ベジタブルルージュです。なんかもうこれ言うだけでちょっと笑顔になってしまう。つい最近お届けしたゲットレディウィズミーの中でも最近気に入ってるって紹介しちゃったんですけど、今私が持ってるこのカラー3つがすごく良くて紹介しますね今日。これもねインスタグラムに載せてるので、もしよければ概要欄にインスタグラムの URL ありますので、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。ではちょっとお見せしますね。こちらからベリーレッド、ベリーピンク、ピーチベージュというカラーです。これもね絶妙にいいカラーですよね。どれもね肌なじみが良くて使いやすいんですよね。でちなみに私が今乗せているリップのカラーはピーチベージュです。いいですよね、上沼さんみたいになっちゃった。アイメイクとかをちょっとこう青み寄りにした時はベリーピンクにしたりとか、アイメイクが薄いなって感じる時、チークをちょっと薄めにした時とかはベリーレッドでちょっと口元で引き締めたりとかして、ちょっと戻そう、ちょっとすみません戻しますね。そう、まずはねカラーを今すごく褒めちゃったんですけど、ルヴァンシュで作られているものはものすごく素材にこだわってるんですよ。他の商品もそうなんですけど、このリップも食用成分 100% で作られているので香りも一切ないです。成分の香りはします、でも香料の香りっていうのはなくて、薬用リップとかをのせなくてもこれだけでもしっかり潤います。そう、それもいいなと思いました。じゃあすごく落ちづらいかとか、マスクに対応してるかっていうと正直そうではないです。落ちやすいか落ちづらいかって言われたら普通、落ちにくいってことはないんですけど、これを乗せた後ちょっとティッシュオフしてマスクしたりすればマスクにそんなつくこともないし、何よりもねやっぱり成分がいいなと思って、なので唇がとにかく揺らいじゃって何乗せても荒れちゃうんだよなっていう方には一度使ってみてほしいなって思います。次はこちら、マーナ極冷凍ご飯容器。これはですねこういう保存容器みたいになっていて、中にねこんな感じでちょっとしたコスモコが入っています。もうまさしく名前の通りなんですけど、ご飯を冷凍するときに入れる容器です。これ2個セットで売ってたんですよね、楽天で。ちょっと気になって買ってみてご飯を冷凍してみたら良かったです。我が家では冷凍ご飯を保管するときはラップに包んで冷凍してるんですね。でご飯食べたいなと思ったらそれをチンして食べるんですけど、冷凍ご飯を温めて食べようと思った時にべちゃべちゃになってたりとか硬くなっちゃってたりとか、ご飯がなので美味しく食べられてない
なって感じていて、でその時にこの楽天でご飯を冷凍する容器を買ってみて使ってみたところ、それが全て解消された。追加で購入しようかなと思ってるぐらい。ただデメリットもあって、洗わなきゃいけないからちょっと手間ではありますよね。3つあるので容器としては洗うのは手間ですが、美味しくご飯が食べられるようになったっていうのが私の中ではプラスで、今気に入って使っています。すのこみたいなのが中に入ってるのが味噌だと思う。そう、私が思うに。そう、これですね。そうなんです。起きましたね、起きました。おはようございます。いや、ずっとここで寝てたんですよ。あ、どちらか行かれますか？行かないっていうね。行くのかなと思わせといて、行きました。行きました。次はお菓子2つ紹介します。今ですね、私糖質制限をしておりまして、食べたいお菓子がそんなにたくさん食べられないっていうね、すごく過酷な状況を過ごしてるんですけれども、今糖質制限していてもこれだったら食べてもいいかなっていうのをずっと試行錯誤していて、その中でもちょっとこう今ハマっているお菓子を紹介したいと思います。こちらローソンのアーモンドチョコレートです。もともとね、無類のチョコレート好きなんですよ。なんですけど、やっぱり今はね食べられなくて、なかなか糖質制限用のチョコレートっていっぱいあると思うんですけど、いろいろ試した結果、私の中でこれが今ハマっていて、これねすごいのが、この一袋全部食べたとしても糖質が 4.9。 すごい。そうだから食べても安心です、私の中では。チョコレートで糖質が低いものあるんですけど、これ全部食べちゃっても 4.9 なの。これすごくないですか？感動レベルで、なんだ？感動レベルでなんだ？感動してます。そう、本当にお世話になってるんです。もう私と同じようにダイエットされてる方とか、ダイエットしてるんだけど本当はすごく甘いのが大好きっていう方におすすめしたい。もちろんガーナチョコレートとか生チョコレートのチョコレートをイメージしたら、若干この糖質制限っぽいチョコレートの感じはありますけど、アーモンドと相まって十分満足できるので、常に2袋置いてます。ちなみにローソンで売ってるこの糖質制限シリーズは本当にどれも優秀です。糖質制限で言えば素直ですね。もう素直もう抜群、素晴らしいですね。糖質制限されてる方の味方だなと思ってます。お菓子最後です。最後こちら、オーツ麦のクッキーチョコチップです。糖質的にはそんなにめちゃくちゃ低いわけじゃないです。こういう感じでクッキーが入っています。これは一つ糖質が 5.3 なので、たくさん食べちゃったら大変なことになるんですけど、一つだったら食べても大丈夫。 5g だから。これもすごくね美味しかったです。ちょっとこれ開けましょうかね。こういう感じの粗い感じです。クッキーの食べ応えがね結構しっかりあって、味も美味しいです。これねちょっとスーパーで売ってるかどうかが私わからないんですけど、私は薬局の中に併設されている処方箋ですね、薬を待っている間にこう見ていたら、その処方箋のとこで売ってたものです。で試しに買ってみたらすごく美味しくて、なんか処方箋のとこで売ってるなら良さそうな気がしたんです。これだったら食べてもいいんじゃないみたいな、おすすめみたいな感じで書いてあって、で1個だけだったらそんなに糖分も高くないし、オーツ麦が入ってるっていうことでね、罪悪感がなく売られるんじゃないかと思って、これもね美味しいのでぜひチェックしてみてください。はい、はい、ということで今日は9月のお気に入りを紹介しました。今日もなんかね熱く語っちゃいましたね。今月もすごくお気に入りのものばかりなので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。はい、メルさんはねもういない、どっかに行った。この近くにはいないです。はい、残念だ。あ、どこ行ったんだろう。はい。